DJ コップはアメリカ合衆国、ニューヨーク出身の俳優。ルーマニアやロシアにルーツを持つユダヤ系の家庭に生まれる。父親は新聞の食事校であった。ニューヨーク大学で学び、1934年に映画デビュー。1935年にはマンハッタンをベースとする劇団グループシアターに加わった。アーサー・ミラーの擬曲、セールスマンの詩の主人公。 ウィリー・ローマンの演技でその名を知られ、舞台と映画の両方で活動した。1951年、俳優のラリー・パークスが、会務非米活動委員会で証言した際、パークスが共産党員として告発した中に、コップの名前もあった。コップは2年間委員会での証言を拒否し続けたが、ブラックリストに載せられると脅迫され、最終的に20名の元共産党員の名前を、 あげることになった。1954年の映画、鳩場では、ギャングのボスを、1958年の、カラマゾフの兄弟では、課長のヒョードルを演じて、アカデミー助演団優勝の候補にもなった。晩年に演じた役として、エクソシストでのキンダーマン警部がある。1976年、心臓発作で死去。逸話として、黒沢明、らッシの米国公開時に、 リトル東京のリンダリー劇場に連日館に通っていたことがあった。淀川長春が現地で対面して、僕は生まれてから今日までで、こんな映画見たことないと激笑するのを確認。バーノン・スコット、バイセンテニール A、ベリースペシャルイベントフォーアクター DJ コブ。 ザ・ピッツバーグ・プレス、http://www.google.vroom.slashnewspapers。id：マダバッチ＆、シット：ユーアバッチ＆、ピコグラムイコール 6,：六千七百六十三、百九十万千六百七十二＆、dq に、二千九年三月二十四日。閲覧。ユナイテッド・ステーツ・センサス・フォー、一千九百二十。ブロンクス・アセンブリー・ディストリクト・ヨ ディストリクト254、ページ16、DJ コブバイオグラフィー、バイオグラフィード c o m 2010年5月10日へ覧。ナバスキー、ビクター、ネーミングネームズ、ヒルワン、ISBN978 から0809001835、ヨドガワ・ナガハル、ヨドガワ・ナガハル映画塾講談社文庫、1995年ピアニッシモ、五590から591。59 ありがとうございます。